おーしゃ。取って。何？取って。いいか話すよ。うん。ニペちゃん焦んなよ。あ。でかい。おお、リップちゃん、やったしょ。頼む。ゆっくりこっち。うん。ゆっくりだぞ。まだ。ゆっくり。そっちこっち持ってこい。流れ早いからこっち持ってこい。よし。ニップちゃん、やったぞ。めっちゃ心折れてなかった。ニップちゃん、ついにやった。ニップちゃん。いや、めっちゃ心折れてたかんねん、俺。ニップちゃん、よっしゃー、おめでとう。よし、しかもでかい。かなりでかい、これ。よかった。マジよかった。めっちゃ心折れてたかんねん。ニッペちゃんやったね。やったね、ニッペちゃん。めっちゃ嬉しいぞ。また今回もね、釣れないかなと思ったからさ、キクリンとめっちゃ連発して忙しそうにしてるしさ、2回も3回も釣れなかったからさ、いや今回釣れなかったらマジでもうやめようかなと思った。諦めないでうちが打っててよかったね、2年。タックルを変え、仕掛けを変え、そうだね、餌を変え、ついに2人ともコブダイをゲット。ニペちゃん持ってください、コブダイ。おじゃー、でかい。よっしゃっくー、おめでとう、ニペちゃん。ありがとうございます。ニペちゃんの釣ったコブダイ、なんと。やったよ。はい、ニペちゃん。はい、欲しいの。うん、いいよ。おー、ニッペちゃんの釣ったコブダイ、なんと約 7.2キロ。よし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 、おめでとう。70あった、72。わー、これ重いもん。7キロ超えてるもん。超えためっちゃ。もう俺諦めてたからね、マジで。キクリン、俺らも行く？ね、顔上げるかしたら。うん、危ねえな。8時50分、まあいいか。よっしゃ、じゃあ休憩入ります。OK、 はい、来ました、ついに。ごめんなさい、カメラ回してなかったです。カメラ回します。カメラ回してなかったです。あ、結構でかいんじゃない？やべ、こんな時に回してんの俺。結構でかそう。途中からなんですけど。こっち向かってるよ、向かってるね、こっちね。ただ最後、寄せる。足元来た時に、多分走るから気をつけないと。いいサイズなんじゃない？キグリ頼むよ、一発。一発でね。全然、寄せれてるから。リール小さいんじゃない、ちょっと、竿に対して。あ、ショックリーダーまだ見えないっすね。あ、もうちょっとこっち来た方がいいもん。糸擦れるんじゃない？糸擦れるんじゃない？大丈夫？キクリン頼むよ、一発。見えてる？見えてる？ショックリーダー見えた、いる？あ、そっちだ。あ、木は擦れるわ。なんだ、ブリ？あ、でかい。ブリだ。
ブリサイズだ。ブリサイズ、ブリサイズ。入った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 。ちっちゃいんだよやっぱタモ。もう一本用意する？あーやばい、ルアー引っかかった。タモ。ちょっと待って、入った？入ってないな。やばい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 。やばいやばいやばい。やばいやばい。入った入った。どうする？あ、普通に上げて、ニフタ。寄せて寄せて上げて。危ない、外れた外れた外れた。やったブリだ、初めて釣った、でっか、うわ面白い。ねこれエイトどっち引く？エイニプちゃんエイの方が引く。エイの方が引く。危なかったよ。危なかったね。いやありがとう、ゆっくりね。ニプちゃんありがとう。おめでとうございます。ありがとうございます。ブリ、すいません、僕回してなかったんですけど、これはまあブリって言っていいですね。780あるんじゃない。ヒットルアーこちらです。まあルアーです、ルアーできました、はい、ルアーできました、はい、ARC 56g。 何それ。よくわかんない。よくわかんない知識ないんで。何キロ？ 8.5? 8.5? 8.5 キロ。おめでとうございます。片付けてる時にナブラが起きて急遽ルアー出したんで動画撮ってなかったです。すいませんでした。これからちょっと血抜きして美味しくいただきたいと思います。わーナブラ取ったらまたほらあれ。よし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 、みんな釣ってよ。興奮冷めやらぬまま休憩入ります、うん、いや楽しかったブリ。いや途中からでちょっと乱れた映像になってすみませんでした。でもちゃんとブリ釣れました。釣りでっかいでっかいクーラーいるな。いるね、うん、で良い人は釣れないんでしょ。そういうそんなもんって。そんな魚釣りそんなもんだってねえ。あれさ10キロ超えたとかさだったらやばいね。でもブリもね。いやどうなん、でも戻りぶりほとんど10キロでしょ。で、あの引きだよ、うん、すげえ引きって言うけどそんな見てて引いてなかったよ。だって普通に上がってきてたもんね、うん、そうだね。なんなんだ個体なのかな。戻りぶりのあの体力バチバチあるやつだったらやばいかもね。うん、いいの格闘がやっぱ効いてんじゃないかな。感覚が違うかも。感覚ずれてるかもしれない俺らの。だってやばいやばいって言ってて見てて俺最初あれ朝で一匹目釣ったじゃん。ふくらはぎ。うん。あれちょっと気配たようなもんかなと思ってたから。全然違ったな。見てたら普通にでかいからさ。うん、俺も。あれと思った。俺も思った。だって10分かかってないよ上げるのに。そうだね。早かったね。うんうん、だけどあのこうジャークしてジャークってこれ。ジャークした時にゴンって持ってかれたあのゴンの衝撃はめちゃくちゃ面白かったです。そこはちょっと動画に撮れてないんですけど、僕のこの説明なんですけど、こう。シャッ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 ガーンって持ってかれてポーってなりましたからね。やっぱそれめっちゃ楽しかったですね。でこの後は一回このご飯休憩して、うん、で夜釣りだね、うん、夜釣りちょっとフィールド変えて、うん、狙いは狙いはまず蜂柄ソイ蜂柄の大きいのついたよね、うん、刺身美味しい魚だね、うん、村沿いのね、うん、でちょっと場所を今までずっと水深深い場所でやったんですけど今度水深の浅いエリアに行って夜釣りで寝魚狙っていきたいと思います。で夜まではちょっとご飯食べた後休憩して夜釣りしっかりやっていきたいなと思います。はい、それでは大物のハチ柄寝魚類狙って実況開始していきます。はい、サンマの頭これぶっこんでいきます。いつのかわからない冷凍焼けしたサンマの頭、これどうですかね。こんな感じでぶっこんでいきたいと思います。
ほんと水深 2,3 メーターだね、多分これ。ちっちゃいけど、これ8柄にしてもでかいよね。8柄、紫、普通の紫。あ、来た、キクリンのやつ右。村沿いだ。村沿いっていうのは、うん、村沿いって何？赤縁とか黄金じゃない。黄金村沿いとはまた違うの？うん、違う。黄金は八柄。うん、黄色いプチプチがこれ、点々点々、赤縁と。内地で釣れる村沿い。うん、村沿い。お、でかそう。ダブル。でかいじゃん。お、ほら、今度は黄金だ。お、本当の8柄だ。おお、いいじゃん。うん。やっぱいるんだね。いるんだ。これこっぽり食ってる。8柄です。いい方。おめでとうございます、キクリン。ありがとうございます。どう？いいじゃん、ニッペちゃん。やるな。赤縁でね。かっけえ。うまいぞこの八柄、多分ニッペちゃん。コロンとしてて。刺身か。キクリン八柄刺身以外ないんで食べんの。あ、自分は決まって一夜干しでね。あ、一夜干し。一夜干し。まんまうまいよ。へえ。俺だけ釣れないけど。このタラの30号。タラの30号、やば、カリスマイヤー。僕は昨日当たり取れなかったんで、取ってなかったんで、今日はしっかり当たり取ってるとこ皆さんにお見せできたらいいなと思ってます。グリーン狙いです。皆さんお疲れ様です。2泊3日の釣りキャンプ終了しようと思います。午前6時頃、僕の竿にでっかい当たりが来て、竿尻がぶっ飛びました。だけど残念ながら取ることはできなかったんですけど、日本記録と言われるサイズ100センチアップ、106センチっていうサイズを狙ってたんですけど、そのサイズは出なかったんですけど、僕は家帰ったらブリさばきたいと思いますんで。キクリン、家帰ったら何して食べるの？コブダイ。パッチョ、唐揚げとか、なんかそういうの、いろいろ、いっぱいね。俺、コブダイの丸焼き。ニッペちゃんちのグリル大きいから、一滴まんま焼くそうです。焼けるわけねえだろ。なんかあの塩のドーム焼きとかどうなの？あるじゃん。あ、塩釜焼き、うん、塩釜焼き、あれうまそうじゃない？やるの？教えてね、やったらね、動画撮っといて。皆さん楽しみにしてください、ニッペちゃんの動画。ドーム焼き、コブダイの。いや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 、まあそんなこんなで、
今回の203日釣りキャンプ大満足で終了ですね。事故もなく安全に釣りをすることができたということで、ゆっくり休みながら安全に帰りたいと思います。撤収します。